レンジローバーベラールとは、インドタタ自動車の子会社である、イギリスランドローバー社が発売している、高級 SUV である。2017年に製造、発売が開始された。ベラールのネーミングは、もともとは、発表前の初代レンジローバープロトタイプのコードネームであり、ベールに包まれた車という意味を込め、ラテン語で、オウを意味する、ビロレイから派生させ、 ベラールと名付けたことに由来している。初代ベラール2017年2月22日、レンジローバーファミリーにベラールが加わることが発表され、詳細は同年3月1日に公開された。イボークとレンジローバースポーツの間を埋めるミドルクラスの SUV として開発され、ジャガーカイペースジャガージ及びジャガー XF との共通アーキテクチャーであり、アルミニウム素材により、 大幅に軽量化されている。ランドローバー発となる、4気筒インジーニームガソリンターボエンジンとツインターボ、V 型6気筒スーパーチャーチドガソリンエンジンを搭載。4気筒ディーゼルターボとツインターボに加え、6気筒ディーゼルターボも用意され、すべてが、ZF8 速オートマチックトランスミッションを搭載。他に、特徴的な点として、施錠時や時速 8km を超える車速で、 走行すると、ドアノブがドアパネルに格納されてフラットになるデプロイアブルドアハンドルをランドローバーのモデルとして初採用。ボディと一体化するこのドアハンドルを採用したことでデザイン面に加えて空気抵抗係数0.32、e、の実現している。2019年2月5日、ジャガーアーチ V8 エンジン5リットルスーパーチャージャーを積んだ SV オートバイオグラフィーダイナミックエディションが 発表された。2017年7月11日、日本での受注開始。日本には、ディーゼル4気筒ターボ1種類、ガソリン4気筒ターボ2種類、6気筒の3.0リットルターボの、計4種類を導入。基本仕様と、スポーティーな予想位の、R ダイナミックの2つをラインナップした上で、各々に、標準モデルと、S、SE、ハスの4グレードを展開。そのため、 車種グレードは合計32種類と多岐にわたる。2018年5月22日、世界で最も美しい車、ワールドカー、デザインオブザイヤー2018を受賞したことを記念し、特別使用車、ベーシック、プラス、ダイナミックが発売された。ありがとうございます。